じゃあ早速棚橋も鍛えておいたので、レベル40まで。今回はもう岡田との決着だな。でもこの画面見ると分かるように、組織全体の力が上がったことで最初から使えるポイントも増えたので、ほぼマックスまでね。こうなるともうポケサーファイターが必要なくなっちゃったね。こう最初にみんなを呼ぶためのブースト役だったからね。ただこれがなくてももういきなりみんなを呼べるようになってしまったってことなので、これはもう隙がないんじゃないかな。ちょっとこの画面だけ見るとすごい伊達さんと秋山が降格したみたいな感じになってるけどまあこれはシステム上仕方ないので許してもらおう。まあ上のやつほどみんなの力をもらって強くなれるみたいな感じだから、今はトランキーロ内藤がエースみたいな感じになってるね。よし、じゃあミッション、神室町に雨が降る日行こう。でもメンバーはね、六巨人の岡田を除く5人と正雄がちょっと正雄の浮き方やべえんだけど、やっぱ正雄の回復貴重だからね。出撃だ。棚橋と正雄で今回復が2枚いる状態になってるので、めちゃくちゃ手堅いぜ。ポケサーファイターにいてほしいって気持ちよりも手堅さ取ったもん。これからジャスティスとの最終決戦だ。みんな準備はいいか。まあ岡田は強いだろうからな。ここまで来たら絶対勝ちましょうね。しっかり準備しないとな。今日から一言、何かあるか。まさか本当にジャスティスに匹敵するところまで来れるとは正直思っていなかったです。尾道でいい会長拾ったな。みんなと抜け殻みたいだった俺を叩き直してくれた桐生さんのおかげです俺が作ったジャスティスは責任を持って俺が潰す。お前の出番ないけどな。最後の戦いだ。もう少しだけ力を貸してくれ。おう、やってやろうぜバカ野郎。よっしゃ、ぶっ潰すぞこじ。おや、おう、ここは決め台詞言わないんだみんな。桐生さん、おう、よし桐生かい、出撃だ。出撃だ。おい、つも聞いてたやつ。おう、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 おー、なんかみんなそれぞれ決めずに振り合うみたいなノリもなく、ちょっと寂しいな。でもそれはそれで言ってほしかったトランキーロって気流会将君、こんにちは。やっぱ最後は締まった感じで行くんだな。尻尾巻いて逃げるかと思ったけど、そのバカさ加減と勇気には敬意を表する。お前何なんだよずっと。岡田の付属品の謎ロンゲ。岡田、さてと、じゃあさっさと気流界に血の雨を降らせましょうか。お前も戦うの？レインメーカー何かこいつらに言い残したいことはレインメーカー呼びやめろ。いや、特にない。そう言うと思いましたよ。さあ気流界の皆さん、死んでしまえ。まあ話は終わった後にゆっくりすればいいからね。よし、結局ちゃんとしたゲーム内で集めたメンバーになっちゃったなんかあいつらにも愛着湧いてきたしな行くぞ。じゃあ最初は岡田いないんだ。あ、でもこの謎ロンゲはいるね。こいつの名前も知らないからね。名前出てきたっけ覚えてねえだけかな俺が。じゃあもうポケサーファイターなしでも、ほら、いきなり全員呼べるので、まずは後から来た天山に突進をさせる。天山の突進だ。でタンクトップ何人か出して、うわー爆発した。トランキーロ、あっせんなよ。あ、いいねいいね。こう戦いで何やってるかいまいち分かりづらいとこあるけど、こうちっちゃいから。トランキーロが見事に決まりましたね。で、雑魚キャラもいっぱい呼んであ、こいつ孔明って言うんだっけ。孔明を倒した。もう全然名前覚えてなかったわ。よし行くぞ。あ、わ、すごい、タナー、すごいダメージ受けてんな。タナー、タナがあいつのあれか、標的になってしまったが、よし、ちょっとさすがにでも最後は手強いな。棚橋は確かにレベルがちょっと低いんだけど、加入したばっかだからこんなダメージ受けるとはな。いけ、トランキーロ、
いや、あのトールも行け。爆弾を投げろ。爆弾放り投げて敵を巻き込んでくれたら、あ、いいね、いい爆発。うまくやっちゃうぞ。やるじゃん、矢野通る。相手が悪かったな。で、棚橋の回復もちょっとしとこう。正雄より回復量は少ないんだけどね。ねんじゃねえぞこれ。で、天山タックル。岡田も いつの間にか虫の息だな。あー、これ強いメンバーになっちゃったな。俺もなんか新しいキャラ加入するたびにしっかりレベル上げてきたもんな。めちゃくちゃあっさり勝っちゃった。秋山と伊達さん封印したのに、封印したのにもかかわらず、よーし天山がリーダーみたいになっちゃってる。お疲れ様でした。いやでも俺はどうせこの後まだあると思ってるけどね。岡田の過去をなんか前回聞いたからな。岡田を今のジャスティスを操ってる裏の組織みたいなのどうせ出てくるわけでしょ。バカな、圧倒的な戦力差があるはずなのに。その同じ服装したマッチはどういうつながりなの。頭数じゃねえんだ。敵にも味方にもいるからな、あのマッチョ。仲間への信頼、強い絆、そういうもんがあれば1たす1は2じゃねえ、100にも200にもなる。組織語るね。そんなこともわからねえならそれがお前の。ヤクザ時代は組持てなかったのに。ジョー、そして桐生さん、あんたら大したもんだよ。俺が悪に魂を売ってまで大きくした組織をここまで追い詰めたんだから。なんか岡田はずっと感情が見えないよね。自分の中の正義を貫いたままでだ。正直羨ましいよ、カズチ君。だがな、下の名前呼び。俺にも俺の考えがある。ここで引くわけにはいかないんだ。お前に何があったのかは田中から聞いたよ。お前の苦しみに気づいてやれなくて本当にすまない。だけどカラーズみたいなことをやるのはやっぱり間違ってる。本当は復讐がしたいんじゃないの。もう一度やり直そうぜ。昔みたいにレインメーカー君は俺たちの正しいと思ったことをやれるジャスティスを。話したいのはそれだけか、ジョー。俺にはまだ成し遂げなきゃいけないことがあるんだ。ジャスティス最後の戦力だ。俺たちを倒してみろよ、気流会。出番ですよ、4代目レインメーカーを。会長、倒せるもんなら倒してみろ。分かったよ。もうしみったれた話は終わりだ。言ってわからねえやつには体で分からせるしかねえ。行くぞ。分からせんのは桐生さんだけどな。カズチカ。いやー、でもなんか対マンでやりたかったな、カズチカとは。こうなんかマッチョ2人もいいんじゃん同じ服装したやつらはどういう関係なんだ。お、ジョー、ナイスだ、ジョー。お、マッチョとマッチョ、おーら、マッチョ飛んだ。ヒギ、マッチョ重ね。なんかそのね、周りに使える武器とかも全然なくて純粋な怠慢だったのも、なんか内藤の時だけじゃない。なんかあの戦いすげえ楽しかったんだよな、トランキーロ内藤選手との戦い。おら、じゃまずこれマッチ、お、岡田を巻き込んだ。やる、よし。でもやっぱ周りのやつらを減らすところからだよな。でもここは普通に武器もあるな、使っちゃおうかな。よいしょ、あっちの方が人数いるんだから、これは卑怯とは言わないでしょ。なレインメーカー、おら、よし来いよ、おらレインメーカー、おらー、トラ落とし、かっこいい。トラ落としかっこよすぎる。あ、全然、おい、来た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 。連打中はトラ落とし挟めないかと思ったけど普通に行けたな。で、ジョーの攻撃もある。キルさんに手を出したらトラ落としが飛んでくる。でもなんか岡田の技見てないな、全然。あ、気絶しちゃった。なんかちょっとかっこいい技見せてよ。いてー、普通に、やばい、このままジョーが倒しちゃう。ちょ、かっこいいやつ見せて、カズシカ。あ、来た、カズシカ。うお、かっこいい。オッケー、終わりでいいです。あ、間違えた
ちょっとまたマップ開いちゃったけど。いい喧嘩だったぜ。ちょっとキリュウさんが強くなりすぎちゃったかもしんないな。負けだよジョー。俺がお前に勝てたのはこれが初めて。キリュウさんがやったからだろ、カウントすんな。そうだったか。これ脳幹だろ、お前らの戦績には。これでジャスティスは終わったぜ。そうだな、さっきの続きだ。これからどうすんだよ。もう一度俺たちとやり直そう。俺たちの正義をもう一度貫こう。いいだろう。いやまだだ。え、俺の本当に成し遂げたかったことはきっと今から始まる。え、ジャスティスなしで。どういうことだ。復讐でしょ。ジャスティスが終わった。あ、お前いたのか。何をバカなことを言ってるんだジョー。そういえばお前いたな。ジャスティスは今から僕が支配する。なんだと。僕がこれからリーダーとなり、カムロ町のギャングを支配する。さっきまで名前も覚えてなかった孔明君。僕はね、ある人の協力を受けて裏でジャスティスのメンバーを買収していたんだ。買収だと。ああ、うちの連中は岡田のカリスマ性に魅せられて入ってきたようなふわついた連中ばかり。なんだろう、やっぱヤクザなのかな。ちょっと金を握らせるだけで大体の連中は簡単に俺に寝返ってくれたよ。だから岡田を裏切って俺についた連中がまだまだどっさり残ってる。普段は表に出ない人なんだけど。お、せっかくだからご紹介しよう。今紹介してくれるの。こちらにいらしてください、サツキさん。あー、久しぶりだな岡田。あー、こんな感じだったんだこん時。こいつ、こいつは、この人ね、俺知ってんだよ。俺を拷問にかけ、俺の仲間や恋人を襲った張本人だ。こいつに復讐したかったのね、岡田は。すまなかったな。あのね、ちょっとやりすぎたよ。心が竜が如く極み2に出てきてんのこの人。そのおかげでお前はジャスティスをでかい組織にできたんだ。感謝してほしいくらい。だから知ってるわ。サツキさんはヤクザ、マフィア、あらゆる裏社会に精通している方だ。この人に裏についてもらえば、ジャスティスは日本最大最強のギャングになれる。サツキさん名前出せえな。もしかして最初から。ああ、そうだよ、最初からジャスティスを乗っ取るつもりで近づいたんだ。岡田は本当によくやってくれたよ。僕を信頼してくれて本当に動きやすかった。まあ、岡田も利用してたんだろうけどね。いろんなことを進めこいつを。感謝の気持ちしかないね。カリスマ性はあったかもしれないけど、やっぱりリーダーとしては三流だったのかもね。残念だったねレインメーカー。雨じゃなくて涙でも降らせるといい。こんな状況でよく生きれんな。今いないだろ兵隊。お前のどうした、気でも狂ったのか。はめられたのはお前らの方だぜ。なんだと。俺がジャスティスをでかくした理由はな、お前をおびき出すためだ。ああ、まあでもそうだよな。こいつに復讐したかったんだもんな。俺はお前が親しい打ちを許せなかった。絶対に復讐してやろうと誓った。そうだろうね。だがお前は裏社会の人間だ。あれ以来姿をくらませて行方不明。どうすればまた表に姿を見せるか。そこで俺は考えたんだ。お前は手下だったカラーズが潰されて報復に出てくる立場の人間。ということは俺がカラーズのようなギャングを作ればお前は必ずすり寄ってくるはずだってな。なるほどな。なんだと。まさか本当に引っかかってくれるとはね。意外と脇が甘いんだなあんた。え、じゃあ俺が裏でつながってることも知ってて。お前は最高の参謀だよ。リーダーとしては参謀かもしれない。キリュウさんをほっとくな。くそか。勝手に楽しむな。俺は自分の手足として動いてくれる兵隊が確保できりゃそれでいいんだ。キリュウさん。お、あんたがキリュウ会のリーダー。話しかけてきた。あんた俺と組む気はないか。なんだと。こんなアホの孔明のジャスティスと組むより
気流会と組んだ方がメリットありそうだからな。設定的には気流さんのこと知ってんだよね、こいつ。俺の手足になってくれ。報酬は約束するぜ。どうだ、俺がそんなものに応じると思うか。だよな、そりゃそうだ。なら俺は予定通りジャスティスと組んで気流会を潰させても。もう分かってねえようだな、気流会のことを。カムロ町の生きがってる若造どもは片っ端からジャスティスに入れちゃう。今の戦いでも本気出してねえんだぞ。そしてそいつらを兵隊として使って秋山温存してんだから。犯罪を繰り返し金を稼ぐ。もちろん失敗しても捕まるのは若い兵隊ども。俺は安全地帯からそれをコントロールするだけだ。そんなことは絶対にさせねえ。ケツの青いガキが。大人をなめるなよ。俺の率いる裏組織サツキ会とジャスティスの連合軍で貴様らを叩き潰す。この人はヤクザってことなのか。はい。ジョー、今まですまなかった。おう、あいつを倒さない限り俺たちや若い連中はずっとああいう大人に食い物にされちまう。ああ、ちゃんと考えがあったのね。俺は何としてもその連鎖を断ち切りたかったんだ。じゃあなんで気流会潰そうとしたんだよ。いや、俺の方こそすまなかった。お前の真意を見抜けずに。気流会潰す必要ねえだろ。失格だな。そんなことねえよ。それに俺はジョーがジャスティスを潰すために動いてくれると信じてたんだ。え、まさか俺たちの行動もお前の予測通りだったってわけか。なるほど。まあな、お前がかき回してくれれば孔明や奴もボロを出しやすくなる。いや、でも桐生さんいなかったら勝ててねえぞ。ジャスティスから外して動ける状態にしたんだが。ジョー一人で勝てたわけないもん。なんかすげえな、予知能力者が。ただ本来失敗だから。人が仲間につくとは想像もしてなかったけどな。この人のおかげだもん。キリュウさん、すみませんでした。いいってことよ、レインメーカー君。もしよかったら俺も一緒に戦ってください。ああ、最後はカズチカも仲間になって。あいつを倒さないと俺終われないんです。戦うんだな。岡田、わかった。一緒にあいつをぶっ潰すぞ。キリュウさん、ありがとうございます。みんなに挨拶しなくていい？本当の最終決戦だ。気流会の総力を挙げてあいつらを叩き潰す。ああ、お前ら準備しとけよ。おう。おう。なんだ、他のみんなとも絡んでほしかったな。岡田和親、あーし、これで。そっか、じゃあ次こそ最後の戦いだ。いや、でもさ、この状態でレベル1で入れられてもさ、ちょっと育てんのだりーわけよ。でも次本当に最後でしょ、ミッション。うん、キリュウ会最後の戦い、最後の戦いって言ってるからこれ最後なんだろうね。いや、でもちょっとさっきムービー中であんま言えなかったけど、このサツキという人、龍が如く極み2のクランクリエイターにも登場してて、まあ、極み2の方が時間的には前の作品だから、なんかね、このままじゃ済まさねえぞみたいなことを最後ほのめかして終わったんですよ。で、あれは龍が如く6に繋がってるっていうあれだったんだね。いや、サツキって名前本名なわけないから自分で考えたんだろうな、かっけーって思って。その感性がダサいもん。いや、どうしよっかな、これ行くか、行くのか、育てるか。ちょっと岡田、この画面からレベル上げるともう経験値いくらあっても足んねえんだよな。20くらいあればいいか。じゃあ気流会最後の戦い、このメンバーで行こう。まあレベルが上がりきってないっていう不安はあるけど、それでも岡田は使いたいので、岡田はメンバーに入れて、伊達さんと秋山も呼び戻して、で六巨人の中でも後半の方に仲間になった3人を入れて、あ、まあ内藤は割と最初の方だったか、でもちょっとレベルが高いので、うん、残りの3人はそんな感じで行きましょう。行くぞ、野郎ども。
まあ、マサオより回復量は低いけど一応棚橋が回復できるので。よし、これから最終決戦に臨む。勝つぞ。みんな準備はいいか。でけえな岡田。おう、これが本当に最後の戦いになると思う。みんなここまでついてきてくれて礼を言う。巻き込まれた側だけどね、桐生さんは。ここで負けちまったら元も子もない。何責任感じてんだよ。俺たちが負けたら桐生さんは巻き込まれてんだから。あいつらは若い連中を兵隊として使い続けるだろう。もうだが感情がすごい。そんなことは絶対にさせねえ。俺たちは勝つ。めちゃくちゃ思い出あるじゃん桐生会に。奴らをこのカムロ町から追い出す。最初はいやいややってたはずなんだけどな。若い連中がかけがえのねえダチを見つけられる町にするためにな。桐生さん、俺あなたに出会えて本当に良かったです。本当にそうだな。俺もっす。お前は行きましょう。最後の戦いへ行こう。よし、桐生会出撃で。ジョーの出番はないけどな。ジョーの出番はずっとないんだけど。わ、ここか。天下一通り、こっからスタートか。すごい数だな。なんかジャッジアイズの最後思い出すな。おじけづいたか。まさか、むしろワクワクしてますよ。久々にこいつと一緒に戦えるわけです。足を引っ張るなよ、ジョー。そっちこそ。来た来た。桐生会諸君、よく来たな。あ、さつきさんもいいんじゃん。今日があんたら全員の命日だ。絶対自分で名前考えたさつきさん。私とさつきさんが支配する。夢、絆、憧れ、そんなヤバいもので集まる若造連中を使って日本最大のギャング集団を作り上げる。その理想の第一歩への備え物として桐生会全員の屍を献上しよう。相手が悪かったな。ラストダンスといこう。いけ、桐生会を叩き潰せ。警察いるんだぞこっちは。よし、いやー、いい。オールスター、オールスターだぞこれは。さっさと片付けしまいました。ああ、岡田、棚橋、内藤、先頭には秋山、いいメンバーになったぜ。よし、じゃあ、まあでも最初からいきなりみんなは出せないな。秋山たちのコストがやっぱり重いから、まあ普通にこの2人を先に出そう。強いからね、単純に。で、天山出して、天山は突進よ。で、天山が突進で敵をなぎ倒したらポイントも増えていくから、敵倒すと。これでもう早くも全員揃った。よし、全員揃ったら勝ちだな。もういいぞ。あれ、なんか天山さ、天山の突進でダメージ受けてんだ。ちょっといきなり使っとこう。棚橋回復。よし、そのうちまた使えるようになるからどんどん行こう。で、もうさつきさんのとこまで来たな。そいつさつきさんだな。じゃあ伊達さんと秋山の技同時に使っちゃおう。伊達さんの技は一定時間みんなが無敵になって、秋山の技は一定時間みんなの攻撃の頻度が増える。これで一気に潰してレインメーカーも使っちゃおう。あ、やっぱこの爆発そうなんだな。岡田のレインメーカー。あー、岡田撤退しちゃった。でもそう、回復しろ棚橋。棚橋の技は蘇生効果があるのでレインメーカー復活させて、レインメーカー、これ、あ、でもあとさつきさんだけじゃないの、もしかして。さつきさん、えぐい囲まれ方してる。いけ、天山、天山虫の息だ。で、最後はこれで決まるか。倒したー。まあでも弱くはなかったな。岡田一回撤退したりしたし、まあもう秋山さんと伊達、秋山さんじゃねえや、伊達さんと秋山いたら、いや秋山さんでもいいけど勝てちゃうな。よー、お疲
いや圧倒的に強い DLC キャラがやっぱり、いい戦いぶりだったぞ。途中ちょっと封印したりもしたけど、これででも全部戦い終わっちゃったのかな。寂しくなるね。いよいよ追い詰めたぜ。この日をどれだけ待っていたことか。お前への積年の恨み晴らさせてもらう。あ、でも最後は喧嘩するか。果たしてできるかな。まだ増援がいたのか。いや、こっちは桐生さん温存してんだからな。生きがってるようだがな、所詮お前らはガキだ。本来キルさん一人でもいいんだよ。大人の世界ってのがどんだけ深くて危ねえもんなのか。俺がしつけてやるよ。あの時と同じようにな。貴様らが貫く正義、ジャスティスってやつがどれだけ無力なもんか、よーく味わうといい。お前だけは絶対に許さねえ。助けでするぜ、親友。お前ら二人を見ているとなぜか昔の自分を思い出す。なんかちょいちょい思い出してるよな。本当ですか、錦山のこと。今はお前らと一緒に戦えてよかったと心から思ってる。ダチの大切さ、自分の中の正義、青くせえもんばかりだが、どれも大事な戦い。あー、そうだろうな。俺が年を食って忘れかけちまってたもんを思い出させてくれたのはお前らだ。感謝する。そうか、改めて思い出すきっかけになったか、錦山のことを。この戦いが終わってもそういうもんを忘れるんじゃねえぜ。二人もこうなれればよかったんだけどな。忘れた途端男ってもんは老けちまうもんだからな。はい、俺桐生さんのことも今日のことも一生忘れません。戦い終わった後の会話だろ。勝っていい思い出にしねえとな。行くぞ、こいつらを叩き潰す。やるぜ。こう岡田と一緒に戦えるってことだな。サツキ出せー。おら、これ岡田との連携技ないのかな。ジョーお前じゃないのよ、それさっきやったから。でもジョー、サツキさん投げてるよ。サツキさん投げてた、大したもんだな。あ、足元に爆弾がある、足元に爆弾が。くそ、これはもう敵の数が多い。なんだ今撃たれたのか。自転車振り回そうとした。そっか、拳銃持ってるやついんのか。あぶねえな、それよこしなさいよ。もうそんな危ないもん使っていけませんよ、もう。サツキさん撃っちゃった。でもサツキさん硬いな、さすがに。よいしょ。お、サツキさんもついでに巻き込んじゃった。いいぞ。岡田となんか出したいんだけどな。っていうか、なんか戦いの途中で申し訳ないんだけどさ、これね、キルさんの基礎能力今ほぼマックス状態になってて、ちょっとこれ見てほしいんだけど、この状態で止めてるから、あえて一回やったんだけどね、セーブデータ巻き戻して、こうなんのよ。限界突破、これでもっと強くできる感じになったね。ちょっとなんかこれ見てもらうと分かるんだけど、経験値すごい偏るのね。黄色と紫のやつばっか取得してる状態なんだけど、でもこれでまた使い道ができたわ。体力なんかこれ黄色たくさん使うからすげえ増やせるね。これで桐生さんがより強くなるっていうことが判明しましたね。よし、で岡田一緒に何かやろう。岡田一緒に何かやろう。ジョーあ、ジョー邪魔すんな。ジョー、またサツキさん投げてる。お前やるな。サツキさん簡単に投げれるんだな。え、これ手榴弾ってこれ投げることで意味ある。あ、爆発するやつか。いいぞよし、ちょちょ、あ、岡田一緒に何かしよう。岡田違う、あ、でもかっこいい技使ってる、あのラリアット。やるじゃん岡田。よいしょ、ジョーばっか釣れる。こう連携技やろうとしたら、ちょ、サツキさん、
ちょ、岡田、岡田、あ、岡田とは何も出ないのかな。なんか発生しないね。ゲージは今十分あるはずなんだけど。あ、まあ岡田とジョーがいるからな。このまま倒しちゃいそうだな。岡田割と虫の息だけど大丈夫かな岡田。まあでもこれは岡田の復讐だからな、見届けてやるか。おお、いいぞ。こいつ倒すために今まで岡田は泥をかぶってきたわけだよね。お、え、かっこいいやつ。おー、かっこいいやつだ。いいぞいいぞ岡田。降らせてるぜ雨。この褒め方正しいのか分かんないけど、いや、このカフェいい迷惑だな本当。集まるなここに。なんか作れアジト。それマジで言ってるんですか。お、ああ、ジャスティスも潰れたし、黒幕のサツキも倒した。ああ、まあそうだな。サツキの逮捕をきっかけに、あ、サツキの周囲の連中も芋づる式にお縄になったらしい。あのロン毛ももう気流界が存続する必要はないんじゃないかって思ってな。違うか。そうだな。違う違う、何言ってるんすか。気流界はね、俺らにとっては新たな居場所なんすよ。居場所。そう、居場所。目的達成してからなくなるとかいうもんじゃないんです。気流界はなんていうか、俺にとってもうそういうのは超えてるんすよ。まあ、正雄は言う資格あるな。俺からも頼む。正雄ジョーより活躍してるからね。解散させないでくれないかな。ここは眠らない街、カムロ町だ。またいつか新たなサツキやジャスティスが出てくる。ああ、なるほど。そういう奴らから若い連中の居場所を守る。気流界はそういうチームとして存在して。ああ、悪くねえじゃん。俺やカズチカが最初に目指したジャスティスのようにね。正義を貫くチーム、ジャスティス。数年後に京浜同盟がブイブイ言わせるしね。分かった。そこまで言うなら、気流界は今後も存続するとしよう。いやでも京浜同盟知ってるのよ。もうこっちは話が分かる。キリュウさん、愛しまーす。お前それ毎回滑ってんね。これからも末永くよろしくお願いしますね。キリュウさん、なんか本物の棚橋さんに失礼だけど。ところでずっと気になってたことが一つあるんだが。ん、何です。ジャスティスの綴りだ。ああ、本来ならジャスティスはJUSTICE だろ。あ、全然気にしなかったわ。なんで JUSTIS なんだ。あえてやってんの。最後に明かすのそれ。あ、もしかして間違えてました。え、やべえ、恥ずかしい。ジョーのミスなの。まさか普通に間違えてたの。気づかなかったな、カズチカ。あ、ああ、俺も英語には疎いが、さすがにそれくらいはわかるぞ。歌の歌詞とかにもよくあるだろう。歌好きだもんな。間違いない。誰か気づけよ、突っ込めよ。解散してよかったな、ジャスティス。みんな深い意味あると思っちゃってたんだな。おいおい、お前ら、何のんきに談笑してんだよ、バカ野郎。なんだ、ヤノ。黒幕野郎の手下だったとかいう連中と、ジャスティスの残党が暴れてるってよ。お、なんだと。まだ残ってやがったな。全員いる。よっしゃー、コジ、そいつらぶっ潰すぞ。トランキーロー、あっせんな。今は焦っていいんだよ。俺らのリーダーはキリュウさんなんだぜ。行け早く。行くかどうかはあの人が決める。キリュウさん、どうする。出撃だって言って終わりそう。仕方ねえな。今から残党どもを叩き潰しに行く。俺たちの正義を貫くた。俺たちの居場所を守るために気流界出撃だ。おい、あー、いい。あー、エモい終わり方した。これでもうストーリーはないんだよな。ミッション、そうだね、アモン軍団を倒せ。え、これストーリーはあんのかな。ムービーはないのか。ただのチャレンジミッションみたいな感じだったりする。いや、でもなんかボスの中にアモンいるもんな。いや、どうなんだろう、ムービーがあんのかないのか。でもなんかストーリー的には今ので綺麗に終わってそうだもんね。
まあちょっとあれに意味があるのかどうかは調査しておくとして、まあでもとりあえず終わったってことでしょう、おそらく。ああよかった。あれ、あそうだ、龍が如く6のこの世界が2016年で、2018年だったかな、ジャッジアイズの世界は。まあその時もう景品同盟が悪さしてるんだけどどうだったんだろうな、この後気流界は。まあこの後しばらくは、景品同盟が現れるまでの間しばらくは町の平和を守ったってことなのかな。じゃあそうだな、今は、桃源郷に行こうとしてたんだよね中国マフィアのボスと染谷を合わせるっていう、まあまたなんかでけえことが起こりそうなとこまで来てたので、まあ戦いの準備を兼ねて寄り道してた感じだったけど、まあでも気流界一気にやっちゃったから、もうカムロ町でやりたいことはそんなにないかな。まあサブストーリー探せばなんかはあるかもしんないけど、だからまたね、尾道とカムロ町を行き来できるようになるまでまた一気にストーリーを進めようかなって感じですね。よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。愛してまーす。